日米会談で台湾への協力体制が話し合われ、日本もまた尖閣領海内に。毎日侵入を繰り返す中国。今回、台湾が長距離ミサイルを大量生産に入ったことを詳しく見ていきます。台湾は、やられたらやり返す覚悟を持っています。台湾と尖閣は、同時に来る可能性があります。日本としても覚悟を持っていくべきでしょう。日本の対応も見ていきますね。南シナ海や尖閣諸島周辺海域でも、軍事力を背景にした中国側の圧力が、かつてない高まりを見せている中で、中国が自国だと主張して武力衝突の懸念が危惧されているのが台湾有事である。この2021年に入ってからも、台湾の防空識別圏に中国軍機が侵入する事態が相次いでおり、同空域が領空とは違い侵入即武力衝突を意味してはいないものの、明らかに危険な兆候だ。すでにこうした中国軍機の接近行動により、台湾空軍の戦闘機のスクランブル発進の頻度は許容範囲を超えており、そうした負荷を台湾に強いることが中国の狙いだともささやかれている。少し前まではいたずらに中国を刺激することは得策ではないと判断していた。アメリカもここ数年でようやく台湾への方針を転じ始めており、 F-16 戦闘機の最新版である V 型の輸出などが報じられていた。ただし昨今の中国の軍事的な脅威の増大は、そうした対応も焼け石に水の状態であるのか、台湾政府もこの2021年3月には極めて異例なことに兵器開発についての声明を出すに至っている。これは3月25日にロイターが報じたもので、詳細等は伏せられてはいるが、地上発射型の長距離ミサイルの量産を始めたという内容であり、おそらく対地対艦攻撃用の巡航ミサイルを指すのだろう。またこれとは別に、空中発射型の長距離ミサイルの開発等も台湾国防部は示唆しており、そのプラットフォームや射程距離等の具体的な内容には言及されていないが、注目を集めている。こうした声明はどちらかといえば、中国に対する政治的な手段としての牽制策のようにも個人的には感じられるのだが、鍵となるのが長距離ミサイルであることは、時代の趨勢からも頷けるものだろう。くしくも、日本ではこうした長距離ミサイルさえも敵地攻撃能力の保有につながりかねないとの指摘を恐れ、政府はそれをスタンドオフミサイルと呼称して批判を回避しているようですらある。このあたりの日本と台湾との温度差は明確であり、2020年11月の大統領選挙でどちらかといえば中国寄りの民主党バイデン政権が発足したことへの台湾の危機感は相当なものだろう。現時点ではアメリカの姿勢がトランプ政権後期の対中強硬路線から心配されたように180度転換するような事態には至っていないが、まだまだ予断を許さない状態であるのは間違いない。
台湾国防部は4月に入ってからもさらに自国で進めている新型潜水艦の開発にヨーロッパの複数国の協力を仰いでいることを発表しており、こちらもまたアメリカ以外の関与が公表された形だ。ヨーロッパの主要国であるイギリスやフランス、そしてドイツなどは兵器の輸出をビジネスとして推進していることでも知られているが、中国の経済的な影響は強く、台湾への輸出はほとんど見られない。ここに来て具体的な国名ではないにせよ、台湾国防部が自国潜水艦建造へのヨーロッパの国々の協力を匂わせた背景には、こうしたここ近年の動きにも変化の兆しが出ているのかもしれない。そもそもイギリスは今年2021年にはクイーン・エリザベスを中核とする空母打撃群を極東に長期間派遣することを決定しており、香港問題を重視して反中国姿勢を打ち出しつつある。またフランスやトルコを経由させたドイツは南シナ海で中国と対峙する。インドネシアに対し韓国が受注していた契約を放棄にさせて自国の潜水艦を売り込もうとするなど、狡猾なやり方を見せている。そこまでするのであれば、いっそダイレクトに台湾に潜水艦を売却してくれても良さそうなものだが、中国が内政問題だと評している。台湾については、面と向かった対立は回避しているのだろう。台湾のミサイルといえば、2020年夏には領空侵犯を行った中国軍機に向けて、台湾側がミサイルによる迎撃を行い、撃墜こそできなかったものの、中国軍機を追い払ったというデマが拡散された。アメリカの大統領選挙でも、ありとあらゆるデマガセ情報が拡散されたが、こちらも、一個人の SNS への発信が拡散された模様で、本来は台湾空軍が地対空ミサイルによる監視を継続したとの内容だった。これが意図的な誤訳なのか否かは不明だが、このミサイルが発射されたと解釈されて拡散されており、中国と台湾、そしてアメリカを巻き込んだ第三次世界大戦が今にも始まると喧伝されるに及んだ。問題なのは、アメリカ大統領選挙でもこうした内容の投稿が、大手のマスメディアはこうした事実を報じずに隠蔽しているのだと散々主張していたことで、これを少なくない人々が真に受けた点だろう。かくも、真偽の怪しい情報を闇雲に信用してしまう人々が多数存在するとの現実は、ネット社会の現代だからこそ容易に情報操作や撹乱が可能だと思い知らされた事象だとなった。